よし、途中経過といこうか。うわーっとね、今もう北条の城奪いまくって、ついでに結城家も滅んだんですけど、だいぶ関東も俺のもんになってきてるぞこれ。ほら、そうね、もうなんか、この北の方はもうだいぶこっちのもんだしね。この辺はもう一回の出陣で全部抑えたからね、なかなか、最長記録も2、3ヶ月間ずっと出陣してましたって状況だな。ちょっとそろそろネネの飯食わないとな、まずいかなってぐらい出陣してました。なかなか北条家ももう終わるんじゃねえのかなっていう。ただこの小田原城がな、もう北条の力なくなってきてるから、もう玉縄まで行ってる徳川。あ、でも八王子はちょっと歯止め効かせてくれたな、藤高が落としてくれたからな。で、そうね、小田原をもう完全に徳川ので、もうこれは北条は取り戻してくれんだろうな。まあ小田原取られたのちょっと悔しいけど、まあ大丈夫かな。で、九州の方もまたね、いい感じに進行してまして、元近はね、ちょっとまあ微妙っちゃ微妙なんですけど、高虎がものすごい頑張っててね、府内と、久留米か、これを落としてくれてね、なかなかいい感じでござんすよ。このまま行ってもらいたいね。で、なんか結城家が、ちょいちょいと降伏してきたりして、あと玄安もね降伏か。あ、則秀もいるな。玄安は強かろう。あー、でも、あ、札がないのか。そうだな、まあ札取れは強いでしょう。玄安まだ現役と。何歳までだこいつは。もう89年か。意外に長生きしてんだな。生まれが意外に遅いんだな。でも85やからね、もうそろそろ死ぬんじゃねえかっていう。で、則秀、いかついけど、あ、なんか基本的になんかあれだな、文官だったんだなこいつらは。文官連中が上司してたのか。まあ楽に取れたね、おかげでね。で、結城春友、あ、過労か。あ、じゃあ札もらったら上司に、あ、でもあの辺はねちょっと、あ、でもいいか、上司に戻してやるか。あと誰だろう、結城の配下の連中がね入ってきてるはず。佐野、あー、お前剣豪大会で、あ、勝ったのか。佐野には勝ったんだよな、確か。流派なしだよな。なんか剣豪って言われてたけど、流派なしだからね、今んところって感じかな。あとは誰だ、意外に一人だけとか、結城家って、そうね、そうパッと出てこないよね。結城家のやつやでって言われる。あー、もういないね。佐野だけか。まあいいわ、札だけもらっとこうか、玄安と。おっと、あ、小野寺か。まあ確かにあそこちっちゃいからな、すぐ来るだろうな。あ、でまた代理ね。本人はもう絶対来ないんだろうなこれ。はい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 。おお、びっくりした。いかんあんま連打したらいかんな。で、小野寺家ゲット。小野寺ね、一応武家宅見とくか。小野寺、照道、まあまあやね。大宝寺家に庇護される。大宝寺おるぞ下の方に。まあいいわ、その辺の因縁はもうどうでもいいわね。味方になってしまえば一心同体、一蓮托生。一心同体ではない、二人だけかい。まだおるでしょう、まだいるんじゃないの。もう誰が誰かもわかんねえな。一気に増えたからね、北条家攻めて、じゃんじゃが入ってきたから家臣が。あ、そうそう、池田輝政が元服しましたよと。これで姫路城が立派になるわけだな、ようやく。あとは志村。なんか噛むと面白いな、志村。なるほど、最上家臣で、あ、長谷堂のね、あの人ね。はい、あ、まあ、この3人か。まあまあでござんすね。あ、ちょっと札もらわなきゃ。連続で来ましたね、足なけ。足なけはもうなんか、やめて、お前来るの。お前こそ本人が来てほしいわ。二階堂、というか足なけね、
もうほぼ滅びかけてたよね。伊達にガンガン攻められて。でもどうしようもなくなって降伏してきたんやろうね、多分。しかしどんどん来るね。年長と勘兵衛か。じゃんじゃん庇護を求めてくるけど。あれだな、信雄は一向にこっちに来ないな。そりゃそうか。わしな。当主と一緒。ああ、やっぱ強いね、森氏は。森沖。で、二階堂は、金上。うん。結構能力値的には悪くないんだな。で、日本松義通。うん。だ、持ってる。あとは、二階堂森吉。まあ、技能としては大したことねえな。うん。で、森高。あとは、誰だ。もうこいつらなんか方法の手で帰ってきたんだろうな。みんななんか傷だらけだよね、こいつらね。田村。うん。まあまあ、稲葉城森国と。とりあえず札だけもらっといて、あとはいいかなっていう感じでござんすね。うん。以上だな。じゃあ一応病気だけ治してやって、今勢力図どんな感じになってんのかね。勢力図。一気に来たってことは、なんか俺の、あれが一定値を超えたんだろうな。勢力。33,587 と。多分33,500ぐらいでなんか、33,000ぐらいかな。33,000ぐらいでこう、来だしたんかな。まあ、霧もいいし、ちょっと、中間報告といこうか。九州から行くと、九州はね、そんなに進んでなかったよね。ああ、進んでる進んでる。ちょろっと、ちょろっと南下したね。しかしやっぱ島津が強えんだろうな。あんまりうまいこと言ってないね。多分お工場とかもう疲労困憊なんじゃないか。あ、そうでもない。全然いけるじゃん。むしろこっちか。小倉。25,000。ちょっと疲れてるかなって感じかな。小倉城だもんね。中規模72万石。72,000石。72,000石か。だとちょっときついよな。で、ちょっと関東の方はもうだいぶ橋場の家紋が並んできまして、で、ここが、攻め込まれとることになっとるよ。8,597。もう落ちるだろ、これ。こいつらあれか、なんか、伊達家に攻め込まれて、もう無理やぜっていうところです。備え大将に城を任せっきりにして全員で逃げてきたんやろうね、こっちに。降伏しますんで、つって。うわーっと流れてきたんやな。こっちも同じような感じでしょ、小野寺家。横手城か。ここを中心に、あ、でもここ輸送できないのか、今。輸送できないから。まあね、今のところ計画しているのは、さっきから地道に進めてたんですけど、ここのね、本庄城をかなり強化して、石高127にして、兵質も25,000まで送り込んでと。うん。まあ、ここの城主を誰かに任命して、で、さらに、こっちの北条の残りの宇都宮城ね。で、ここももう石高はマックス近く。で、規模も大までね、これ俺自ら内政してアップしまして、兵質も送り込んで、で、ここから、こう、東北の残りカスを、こう、統一してもらいつつ、ね、北上していってもらうと。伊達がなんか頑張ってんのか。なるほどね。そしたら、じゃあ、まあ、小野寺も、なんか、来たことだし、うん、そういう感じで城主任命しちゃって、いいんじゃないかな。任命といこうか。また来た！うわ、相良家。あ、でも、相良家はちょっと渡りに船って感じだな。あそこら辺は一気に。おぉ、海藻運かっけえな、やっぱ。はいはいはい。相良はね、なんか熱い武将が多い気がするよね。総運しかり。うん。はい。これでまた変わったな。ちょっと、いっぺんに来てくんないかな。いや、いっぺんに来てるんだけど、こう、一回やめてはまた、みたいな感じで、来るのやめてほしいな。相良、あとは、お、大村住田だ。九州人が結構、あれだな、吸収されてんだな。決してシャレとかではなく。うん、九州のなんか豪族どもが、
相良家に島津を嫌った連中がこう流れ込んでんのかな。タワラ、タワラ、あれ、そうか、大友家も潰れたんだったな、そういえば。あとは、あ、いるじゃん、クロードの助。あ、でもこれで多分なんかどうせこいつもあれでしょ、御前試合出るんだろうから、これが当家の人間になったことによってちょっとねあれになるんじゃない、こう八百長してくれるんじゃない、もしこう、ま、あ、じゃあこいつが勝ち上がることで俺と当たることによってちょっと俺が一戦こう勝てるみたいな、確実に勝てるっていう、そういうことになってくんねえかな。でも全力できそうだな、あいつは。大社流こそ最強。あ、俺が入門すりゃいいのか、大社流に。できんのかな、自分の配下に入門。できるよな。やってみっか。あ、できるやん、入門。気心を知れ、気心を知れぬ方をって、お前。大殿やぞ、お前は。お前、俺がお前の大殿やぞ。お、落ちましたか、ついに。まあ、やっぱ、落ちる運命だったんだね。じゃあもう、家臣だけこっちわーっと来て、城落とされて、もう、あんま意味ねえじゃん、あれ。なんだよ、それ。入門。大殿なら合格にございます。上から目線か、お前。大社流か。そしたら、髭を教わっていくか。献上。もうなんか、わけわからん状態やな、これ。大殿なのに師匠だからこう献上するみたいな。わけくちゃわからんぞ、もう。師匠の拙者を倒してくだされ。もう上から目線やめろ、お前。ギタギタにしたるからな、ほんとに。じゃあ85勝もしとるんやぞ、もうすでに。でも、なんだかんだ言って、大社流なんてもう戦うの初めてだしな。まあ、深海流とはちょっとあれだもんね。また違いそうな。蹴りに注意しろ、蹴りに。やつの足に注目。あ、なんか飛ばしてくる。月影か。そこら辺やっぱ被ってんだな。あー、でもまあまあ。まあまあそんなもんや。どうしよう、これで、根治長剣ダメか。ちょっと回復した方がいいかな。これさ、前回午前試合でなんか目の前で回復するなみたいなことを言ってた人いたんですけど、どれ回復しても同じだっていう結論に至りました。間合い外だったらね。間合いの中だったら微妙だけども。こんな風になるから、結局どこ行くか分かんねえからな。まあ、なんだかんだ、距離取ったりしても、なんか、敵さんの方が、こう、めっちゃなんか飛ばしてきたりするわけで。まあ、雑魚相手だったらあれだけど、おい、避けるよ。で、ここで、こうでしょう。武藤取りでしょう。違ったか。ただここで、こう打ち合いに持ち込んで、霞を打つことで、お、打ち合いしなかった。普通に食らった。まあまあまあ、結果オーライだな。で、これでまあ、後ろに回り込みつつよ。こんな感じで。これはもう勝ちパターンやな。吉岡流の勝ちパターン。完璧やろ。で、こっからね、無駄な動きで飛び道具飛ばしてきたところで、もう今更だから。霞。ほら、あ、違った。暴らいっす。これこっち向くパターンだからちょっと怖いんだけどな。よし、倒した。なぁ、弱えじゃねえか、大社流。蹴りも一発も打ってこなかったな、おい。お見事、大殿はもはや師匠の拙者を超えたかもしれませんな。最初から超えとるんじゃ。え？なしか。ってことはもうほぼ進化切れと丸かぶりなんだろうな、これ。大社流の技。なんだ、ちょっとなんか、なんかな今の。まだ健常か。ちょっと俺こいつ早く抜け出したいな。なんか嫌だ、配下にこう指示するなんて嫌だわ。まあいいや。さて、九州方面がね、いよいよ大詰めになってきたっつうことで、しかしこいつらがね、攻めあぐねていると。まあ運よく相良家がこう転がり込んできたんで、もうここは一気に片付けようということで、九州といえばこの人、清正を派遣したと。この旧相良家の領地三条を与えて島津家に当たってもらう。もうこれで九州はもう完全に俺の出る幕はないな。まあ長宗我部、高虎、清正のこの三人だったらもういけるでしょう。
でもうあとは残りの総力をもってして東北関東に当たっていくという感じだな。でもうあれ、清正の与力にはね、そうそうたるメンバーを送ったので、編集で出るかな、出てなかったらもうめんどくさかったんで諦めたと思っていただいて、まあでもそうそうたるメンバーを送っておきました。ちょっとメッセージは飛ばしちゃったんですけど、北条家滅亡してるなこれ。徳川か。いきなりなんかパッて北条家滅亡しましたって出たから、誰やと思ったら徳川めっちゃ東に伸びてきてる。これちょっとよろしくないぞ。マジか。あと伊達がめっちゃでかくなってる、ぐらいか。そう、ちょっと待てよ。勢力、あー徳川でかい。やっぱ毛利超えちゃってるよ、いつの間にか。くそ、食われたな北条。油断できんやつやこいつは。城主指示だとね、あの内政指示出してんだけど、ガンガン攻め込むね徳川。やってられんわ。で信雄とか全然なんかこっち来ないんだけど、やっぱ無理なんかな。ちょっと一回自ら脅迫しに行くか。あれ、オゼホアンってモスケに仕えてたんだ。へえ。モスケにね。まあまあいいんだけど。普通にいるんだな、オゼホアン。さて、また6月だから、行くしかねえやろな、これは。よし。3回目か。え、ニマスさん、お前、何しに来た。ちゃんと働いてくれよ。剣術試合とかいいんだからさ。はい、オッケー。大久保。よし。またお前かい。よし、ここまでは楽勝やね。次ぐらいからね。まだまだ。あーでも、あ、こいつ強かったよな確か。よし、なんとかなったな。そんなでもなかったね。そして宝蔵院。またお前か。あ、そっか、大社流になってんだ今。よし、来た。よし。よし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 。いけんじゃん、いけんじゃん。で、またか。組み合わせほとんど同じだったな。でも今回は万全の体制。これは勝てるっしょ。飛ばしてくる秘技に当たらなければなんとかなるかな。よし。来いよ。ほら来た。あーし、でも勝つ。これはもう吉岡流のもう最強コンボがあるから。霞、勝ったなこれ。よし、いけるいける。ちょっと気合が足りんかな。しかし後ろから切れば、3か。何があるかな。3は連続切りでいけるか。ああ、よかった。無刀取り使ってくると思ったんだけどな。連続切りで終わり。無刀取り使えよ。よーし、いいね、完全勝利だ。ずっとやばい、うまくいきすぎてる。伊藤さん、こっからか。こっからだろうな、おそらく。おー、初めてお目にかかるね、伊藤さん。怖いぜ。でもまあ普通にやれば勝てるはずやって。だって野牛に無傷で勝つ男やぞ俺は。いけるいける。構えも全然他のやつと変わらん。そんな違いはない。うわ、危ない。ちょっとこれ意外に普通な感じでこうか。あ、違う、え、こっからヒギ。あー、毒味君がびっくりする。ちょっと俺も天狗賞使っといた方がいいなこれ。あ、つか先に使っとくべきだったか。一旦遅れたな俺の方が。天狗賞を使っておいて普通に切りに来る。嘘、天狗賞使っといてそれか。
準優勝まで行ったんだけどな。きついね。きついぞあいつ。一等歳。マジか。ん？マッサムネ。イケメンすぎ。12歳か。まあ、いかにも光栄のマサムネだな、これは。強っ。ちょっと、怪我でよくわかんないけど。まあ、強いわな。マサムネは雇っとくか。もう今更使わないけどね。札だけもらっとこう。もらえんのかな、札。だから、札欲しくなったと思う。さてさて、さて。こっちはなんか島津家がなかなか強くて、清正派遣したにもかかわらず、一進一退の攻防、なんか城取られたり、取り返されたりしちゃってね、なかなかうまいこといかねえな、九州は。まあさすが島津だな。まあなんだかんだ言って、北条とか、ね、北の伊達の方は、だいぶ俺が自ら出陣して、もうボコボコにしてるんで、まあこっちの方がスムーズなのは当然なんですけど、まあとりあえず、伊達家ももうだいぶ、ついさっきまでね、ものすごいガッとここまで来てたんだけど、そのまたグイッと押し戻して、今こんな感じで、もう伊達家ももう終わるな、そろそろ。うん、というとこまで来ました。で、ちょっと伊達家まで滅ぼして終わろうと思ったんですけど、なんか、ちょっと取りすぎちゃってハードディスクの容量が残り少なくなってきたみたいな感じになったんで、今日はここまでにしましょう。うん、また動画編集して削除しつつ、また撮ってって感じになるかな。今日どんぐらいやっただろう。56時間でしょ、これで。今日多分すげえやったよ。めちゃくちゃやったと思うんですけど、62時間。あ、ランマの章が選択できる。どうしてまた。ランマの章。で、62時間。んー、つうと6時間ぐらいか。うん。6時間つったらまあ、うんとか言っても大したもんや。あー、結構やりましたね。で、ランマの章。つかまあ6時間もぶっ続けて撮ってたらそれハードディスクの容量もなくなるわね。ランマの章ん54年。おお、おグラフィックかっけえな。これ信玄と謙信と信長とかいいね。ただルボーの章、ランマの章ってなんだろうな。あー、普通にあれか、桶狭間のちょっと前のいい感じのとこから始められるよと。信長若いけどまだ桶狭間まではちょっと遠いかなみたいな。なるほどね。これどういう条件だろう。多分札だろうな。あの主人公札はめっちゃ増えました。まあ多分もうカットするけどね。今まではあのピューピューピューっつってね、ピューピュー動画で書かれてましたけど、すごい編集で作ってたんですけどね。ちょっともういいっしょ。って感じで。主人公札もまあ320。まあそれでもまだ300か。うん。全体で1200分の500。うん。まあ結構半分近くまでは来たわけか。ハンザ編の時と比べると相当集まってるけどね。主人公札もだいぶ来てるよ、これ。まあ、北条系が結構入ったんでね、カットしてるところでも。まあ、伊達上杉あたりは、降伏というか、うん。勝手に降伏して仲間に入ってくるような手法を使ってこなかったんで、まあ、撫で切りにしたんですけど、うん。まあ、そんな感じですかね。じゃあ今日はここまでありがとうございました。さて、前回の録画からちょうど1ヶ月経ってね、もう前回何したか全然覚えてないんですけど、まあ、とりあえずちゃちゃっと東北方面をもう終わらしました。俺水、なんか徳川が1個入ってきてるけども、まあまあ俺自ら行って、この辺ババッと切り取って、で、上は従属していると。あとは、そうか、ここはまだ落としてねえのか。いやまあ今誰かが落としに行ってるみたいなんで、まあ東北はもう終わりだな。うん。伊達も滅んで、政宗もね、入っちゃってたね、配下に。もう全然覚えてなかったけど、政宗札が取られる状態になっちゃうんで。まあいいんですけど、あとは九州のみと。で九州はなかなかやっぱ島津だけあって強いみたいでね、あんまり進んでないんだよな。まあちょいちょい、こっちに下っていって、てるのかなと。まあ、何せ高虎清正がいるんで2人でね全然いけると思ったんですけど、まあなかなか進んでないんで、まあここはまあちょっと待ちですけど。あ、そうそう、それで城主を1人増やして、うん、正則ね、まあ、清正を送ったんで、
正則も送っちゃっていいんじゃねえのかなっていう感じで、再起場に正則を送りましたよと。まあ頑張ってくれるでしょう。まあどうしても進まねえようになったら自分で行くけどね。で、そう、前回ね、簡易でどうのこうのみたいな話をしてましたけど、ね、カンパクなって太鼓を立志伝つってるのに太鼓なれねえじゃんみたいなね、ことを俺がほざいてましたけど、それに対してのコメントがなんかよくわかんないみたいな人がいたのかな。太鼓はどうのこうのみたいな、知ってるから。俺が言ってるのは、カンパクになった時点でもうクリアってことは、もう言ってしまえばゲームオーバーだから、この後の人生はもう俺の手で動かしてるわけじゃないわけで、カンパクまでがマックスっていうのはどうなのかなみたいな。だからもう誰かに、誰にカンパク譲ろうかなみたいな、そういうプレイができないっつうのはな、どうなんだろうみたいな、秀吉としてということを言いたかったんだよな。つか今秀次とかいないし、そうだ、秀次いねえな、どうすんだろうな。まあ、仮にこのエンディング簡易で関白になってエンディング迎えたとして、でその後のエンディング画面で誰々に関白を譲って、秀吉は太后と名乗って死んでいったよみたいなエンディングになるとしても、それは俺がプレイしてるわけではないけど、問題は誰に関白譲るんだろうな、そういうエンディングになるとき。子供全くいないからな。まあいいっすけどね。エンディング見てみて、俺が納得するエンディングだったらな、いいんだけどな、太鼓立志伝つってな。で、あとは、医者を極めたつうことで、なんか札をもらえるらしいんだな、これで。道さんの札をもらうと、真意と名高いと。これで、同盟のよしみで、おー、来た。こっちがね、欲しいっていうね。なるほど。斎藤道さんゲットと。もうマナステはもう、用済みだな、完全に。だいぶお世話になったけどね、彼にはね。まあ、そういうわけで、もうあとはエンディングに向かって突っ走るだけと。ちょっとこの関白対抗の件については俺も納得してないけどね。ということは、秀次が仮に俺の配下にいたとしても、俺が関白になったら終わりなわけだから、秀吉プレイで秀次の粛清イベントっつうのは見れねえっていうことなのかな。見れないよね、それだとね。下手したら朝鮮出兵イベントとかもあんのかな。そういうのも秀吉だと見れないか。どうなんだろうな。もう関白になった時点で強制終了となるとね。でもまあ、シナリオとしては、秀吉が死んだ後のシナリオとか、関ヶ原のシナリオとか、あとは、そんぐらいだったっけ？シナリオ。ちょうど秀吉が関白になった後のシナリオっていうのは微妙になかったのかな？北条を打ち倒した後みたいな。天下統一しちゃったらもうだってやることねえもんな、武士プレイだったな。そうなるとね、秀吉プレイで、面白いイベントいろいろ見れないのか。と考えるとちょっと残念だな。他の家康とかでプレイして、その秀次の粛清イベントが見れるみたいな可能性はあるかもしんないけど、そもそもないっていう可能性もあるけどな、秀次粛清イベント。まあ、どうでもいいわ。じゃあさっさと終わらせちまうかね、今日は。もう今日でエンディングまで行きますんで。